乃木坂カ46、与田裕樹が20日、土曜日、ダイビングに行った際の写真を公開した。乃木坂カ46の3期生として活躍する与田裕樹。1月2日には、無料夜行バス、乗ってみませんか。地方初東京行き、夢の往復切符、テレビ東京、2ゲストとして出演した。与田は20日までに、久々のダイビングと初めてのジップライン。 海と山とインスタグラムを更新、アイスを食べるオフモードなショットや、海を楽しむ姿などを投稿した。